テレビ番組にいっぱい来てるとかいうわけでもないので、はい、うん、それこれもらいたいですね。山に行くの嫌だって人は結構小学校中学校ですね。そっちでコブを降りてくるっていうのは未だにないです。未だにない逆関節で忘れないのでやばいね、それはね。確かにあれいいわ、特に、はい、あのジャンプとジャンプのようなジャンプ台立ってたりして、エアリアルのようなやってるかもしれないね。パーティア会場でしのぎを削っております。はい、さあ、怪我をしていてね、ワンシーズン棒に振っている佐々木。そうですね、お前何やってんだみたいなね、ちょっと裏の方で、はい、彼が小学生の時からところは言ってやらないといけないと。ダメですから。そしてあの階段なかなか疲れるんですよね。そうですね。で言うとそれから見てないような気もしますね。そういえばさっきのあの野球、さあ白い恋人パークエア、ただいまスキーのクオリフィケーション、明日の本戦に向けたスキーのクオリフィケーションが約40名のライダーによって嵐ですね。やっぱりね、やりたい、やりたいという気持ちが、まあ、特にこのフリースタイルスキー、まあ、スノーボードもそうなんですけど、やっぱりあの楽しさを伝えるという、もう絶対必要ですよね。必要ですね。口でばっかり言ってるよりも、後で裏でちょっとしっかりとそこを探知、リサーチしましょう。聞いてます。さあ、競ってるっていうんですかね、そういうものがあのこのウィンタースポーツ、スノーボード、スキーのフリースタイルムーブメントとしては